ハラハラドキドキ、渋子劇場、女子ゴルフの渋野ひな子23が2022年、米ツアーを主戦場に新たな挑戦を始める。21年12月の第1週、第2週に、米アラバマ州で行われた最終予選会9シリーズを通過した、2会場で4ラウンドずつ、計8ラウンドの長丁場、渋野日向子は通算10アンダーで20位に入り、 45位以内に与えられるツアー出場権を得た波乱に満ちた展開ながらもより多くの試合に出場するための目安となる20位内容を確保したそれより1年前20年12月の全米女子オープン単独首位で出た最終ラウンドに交代して4位にとどまった悔し涙をこらえて絶対にまたここ米国でプレーすると心に誓う 本場で戦い抜くことを念頭に、スイング改造に取り組み、ウエッジ4本を使うクラブセッティングに改めた。それらが徐々に形となり、結果につながってきた。さらなる高みを目指し、いざ米ツアー。めちゃくちゃ楽しみです。トレードマークの笑顔が弾けた、時事通信ゴルフ取材班。最終予選会の第1ラウンドで、81位とつまずき派。みたいな感じ。 第2ラウンドも72位でまだした。みたいな。苦しい気持ちではあったけど、ガツガツ1くしかないと思った。めげずに盛り返し、第3ラウンドで6つ伸ばして、25位まで上がった。第4ラウンドは24位。会場を移動した2周目は、第5、第6ラウンドとも、ースコアを出し、7位まで上昇した。とりあえず、良かった。もう、ほんまに良かった。 ところが、翌日の第7ラウンドで暗転し、79、パー72の大叩き。スコアを7つも落とし、29位に急降下してしまった。ターゲットは20位以内悠々の安全圏から一点まさかの起信号が灯った。ラウンド後、報道陣への対応はなかった。きつい心理状態なのは、察してあまりある。残り1日。同じように崩れてしまったら、 そんなマイナス思考が脳裏をよぎっても不思議ではない。最終ラウンド。出だしボギーでもなんとか踏ん張り、8番からバーディーを重ねていった。5バーディー、2ボギーの69。20位タイとなり、目指していたラインにギリギリで滑り込んだ。渋野ひな子は前日の心境についてこう語った。悔しくて最終日を迎えるのがすごく怖かった。 明日は取り返すぞと思えないいくらいの状態だった一夜明けて前向きな気持ちを取り戻し奮起した収穫しかない旧シリーズ2週に及んだ最終予選会初めの方は一つのミスに対してそんなに気にしなくていいかなと考えながら回っていたでも日に日にプレッシャーと戦って追い詰められてというか自分で追い詰めてという感じだった 伸び伸びできる環境ではなかったけど、自分らしいゴルフができた日もあれば、すべてさらけ出してしまった日もあった。自分の成長した部分も見られたり、まだまだだな、と思う場面もあったり、なんか、忙しかった。山あり谷ありの8ラウンドを、そう振り返った。19年夏に、海外メジャー初挑戦だった、エーグゼンウェ女子オープンで優勝。その際、例ツアーのメンバー登録が可能だったが、 当時はこっち米ツアーに来たいという気持ちはあまりなかったと見送ったこの9シリーズの8ラウンドはあの時メンバーシップ登録していたら経験できないことでこんなに自分を追い込むことはなかったこれほどスイングを変えていなかったかもしれないそう考えると自分で変われる時間ができたと思うし今回こうして2週間やってボロボロになり足りないものがたくさん見えた収穫しかないかなと思う 大丈夫か。でも、ワクワク。それにしても、まるでジェットコースターのよう。80位台、70位台の序盤から、反転構成で一桁順位へ。これで安泰かと思えば、残っていた選手の中で、ワーストの79。後がない最終日、なんとか目標ラインに届いた。それも18位、19位などではなく、ちょうど20位。やれやれ。だ。ハラハラドキドキの、渋子劇場。 最終予選会には日本ツアーで賞金ランキング2位の古江彩佳21も参戦し持ち前の安定感で通算18アンダーの7位渋野ひな子も第6ラウンドまでの流れからすれば古江と同等の位置ですんなりと通過しただろうけれども本人の意識に関わらずドラマチックな結果となるところが渋野ひな子らしい大丈夫だろうかと思わせつつワクワクさせる 持って生まれたものなのなか意義ある2年ぶり、勝利。21年10月、第1週のスタンレーレディースで、日本ツアー2年ぶりの5勝目を挙げ、第4週の樋口久子三菱電機レディースでも優勝、共にプレーオフを制した、それぞれ劇的な、そして渋野ひな子自身にとって意義のある勝利だった、まずスタンレー、5位で出た最終日、当時アマチュアで茨城・秋比日立高3年の。 佐藤新結、三重、木村綾子、ペーソンウ、韓国と通算10アンダーでトップに並んだ。18番536ヤードが5を繰り返したプレーオフは1ホール目に木村が脱落。2ホール目で渋野ひな子がただ一人バーディーを奪い決着をつけた。もう少し詳しく経過をたどる。正規の18番、残り95ヤードの第3打を 52度のウエッジでピンそば1メートル強につけバーディーで首位タイにプレーオフ1ホール目は同様に88ヤードから54度でイーグルかと思わせたピン20センチへのスーパーショットを見せた2ホール目今度は108ヤードから46度を振り抜いて1.5メートルへ先に沈めてバーディーとし待機した佐藤は第三打をピンの少し奥からバックスピンをかけるつもりで 完璧に打てた。だが、想定外のピン直撃で、ボールが大きく跳ねてしまい、バーディーはならなかった。ッソンルも2メートルのバーディーパッドが入らず、渋野ひな子の優勝が決まった。はまった、ウエッジ使い分け。一旦正規の11番、パー5に戻ると、ここでは残り60ヤードを、58度でピンそばにピタリとつけ、お先にのバーディー。 サンデーバックナイン、最終日の後半9ホール、さらにプレイオフの勝負どころで、自己改革の一つ、ウエッジ4本の使い分けが、見事にはまった。整理すると、残り距離が長い順に、46度、108ヤード、52度、95ヤード、54度、88ヤード、58度、60ヤード、いずれもピンに絡めた。 18番の3打目は3本ともウエッジで練習してきた距離が残った。100ヤード前後からピンを狙うショットの精度を高めてきた成果が出た。ウエッジ4本の投入が走行するには T ショットが安定してこそ、そのためナイスショットを繰り返し放つ再現性を目指し、トップの位置を低くするスイングに変えた。横振りに近いイメージでこう描くような形だ。飛距離よりもまずは正確性を重視。 その上で、ロングホールはできるだけバーディーを取りたい。積極的に2ンを狙わなくても、3打目でチャンスにつける。そのマネジメントをどうするか。21年の春以降、縦距離という言葉を何度も口にしていた。ラフから、アゲンストやフォローの時、そしてショートゲーム、あらゆる状況に応じて計算した距離に対処していこうと、試行錯誤を重ねてきた。ポンコツから変革へ。 優勝インタビューや記者会見では2年近く勝てなかった間の様々な思い、葛藤などを吐露した。19年に全英女子オープン制覇で一躍、字の人となり、代名詞の笑顔はファンの意気を超えて人々を和ませ、国民的なヒロインに。国内ツアーでも4勝を挙げた。 しかし、新型コロナウイルスの影響下となった、よく20年は、思うような結果を出せず、シーズン中はしばしば、自身を、ポンコツと表現していた。どうしても前年と対比してしまい、歯がゆさ、焦りが先行していたようだ。正直、19年の自分を超えるのは難しいと思った時期もある。新しい己を確立していこうと、21年を変革の1年に位置づけた。 その過程で少しずつ手応えを感じ取る。いつかまた勝ちたいという気持ちがもうちょっとで勝てるかもになってきた。スイング改造などにことを唱える声は直接関節を問わず本人の耳にも聞こえてきたようだ。あーじゃあこうじゃあとそれらに対して見返してやりたいという気持ちも心の片隅にあった。そして勝った。やってきたことが間違いではなかったから優勝できた。 そう言い切れた。一生打てないショット。三菱電機レディースは、最終日の最終盤にドラマが待っていた。またも、ペッソン・ウッド争い、今度は首位タイで出た2人の一騎打ちとなった。渋野ひな子は、17番ドランで2打差をつけられ、残すは18番、510ヤード、パー5。もうイーグルしかない。スイッチが入った。狙うはニオンのみ。セカンドで7番ウッドを持てたらいいな。 とドライバーを万振りフルスイング予想以上に飛んでいた残り199ヤード目論見み通りに7番ウッドで2音したが6から7メートルのイーグルパッドは20センチほど届かずお先にのバーディーにどまるペーソンは1から1.5メートルのパーパッドを残しそれを決めれば優勝だほとんど誰もがその決着を想定 次の瞬間、パットが外れた。同じ18番でプレーオフへ。流れがガラリと変わる。渋野ひな子は第1打を正規の18番ほどではないものの、残り220ヤードまで運んだ。3番ウッドで打ったセカンドはピン方向へ。グリーン手前にはバンカー。その右脇でクッションしたボールがグリーンに乗り、ピンまで3メートルで止まった。もう一生打てないショットを緊迫する局面で放ち。 イーグルパッドを鮮やかに沈めた一度は遠のいた優勝をもぎ取ってみせた取材を共にした複数の記者らがやっぱり持っているねと口を揃えたこの大会は人数制限付きの有観客熱戦を見届けたギャラリーも報道陣も正規18番とプレーオフ18番の渋子ゾーンに身を委ねたかのよう 優勝を手繰り寄せたプレーオフの第2打は、日本女子プロゴルフ協会のシーズン表彰でベストショット賞に選ばれた。スイング改造、着実に成果。スタンレーと三菱電機は、最終18番が共にロングホール。距離があるスタンレーは、3打目が勝負となり、ウエッジの紅葉が目立った。三菱電機では、2音可能で、ガンガンいける。一球入魂。集中できた、という。 グリーンへの攻め方は異なっても、そこに至る過程でティーショットをきっちりと打てたことが大きい。三菱電機の場合、正規の18番、プレーオフの18番ともフィニッシュが取れないくらい、まんぐりした。あれでもトップから切り返しができている。だからまっすぐに行ったと思うと自己分析した。トップの位置が低いスイングに目指す再現性が伴いつつあった。改造の完成度 50%くらいかなまだ毎回同じようなスイングができているわけではないけれども1日に1回できたというショットがあればすごく嬉しいやろうとしていることが着実に自分のものになってきているようだ出る試合勝ちに行きたい米ツアー最終予選会を終えた後晴れやかな表情で目標を口にした勝ちたいです 出る試合、勝ちには行きたいと言い、大口を叩いてるけど、大丈夫かな第7ラウンドで79叩いた人が、でも、それくらいじゃないと、シードは取れないと思うので、頑張ります。明るく元気に力強く、そう宣言した。